私今日 の、 あの司会で、あの主催者の日本共産党党中部地区委員会 の、 あの地区委員長といいます、岡田正和といいます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん今日はあのお忙しい中、あのこの学習会にあの運んでいただきましてありがとうございます。今回の学習会のきっかけになりましたのは、あの今鳥取市であの計画されています大規模風力発電計画、これについてよくわからないとか、再生可能エネルギーの推進にあの何が問題があるのかといった声が、私たちあの現場で歩いていながらあの耳にすることがたくさんありました。で、私たちこの大規模風力発電計画については、大規模な大きな風車を32基計画されていて、これは乱開発につながるというふうに考えています。しかしながらの私たちの立場としては、あの2011年3月11日の東日本大震災、あれに伴う、福島第一原発 の、 あの原子力災害がこう目の当たりしながら、再生可能エネルギーの推進を図っていくことで、原発に代わる新しいエネルギー、そしてこの再生可能エネルギーによって地球温暖化を防いでいくということが必要になると考えています。しかしその再生可能エネルギーの名を借りた大規模な開発によって、地元の住民の皆さんの健康や、そしてあの災害、環境破壊などが起きてしまっては何にもならないというふうに考えています。そういった意味で、皆さんと共にこの鳥取市で計画されている大規模風力発電について、今日はあの和田先生に来ていただいて、再生可能エネルギーの重要性と普及の在り方、大規模風力発電問題等を考えるという学習会を計画させていただきました。どうか皆さん、今日は皆さんと共に考えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、講師紹介をさせていただきます。和田先生をご紹介させていただきます。先生は和歌山大学の客員教授でおられまして、自然エネルギー市民の会の代表もなさっておられます。以前に経済産業省の調達価格等算定委員会の委員もなさっておられます。元日本環境学会の会長もされておられます。以前に青谷って、大型風力発電の学習会を和田先生に来ていただいて行ったことがありまして、ぜひとも先生にもう一度より大きな風力発電の計画ですので、皆さんと一緒に勉強したいと思って講師をお願いをいたしました。和田先生、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました和田でございます。今日は鳥取市で計画されている大規模風力、その問題についてどういうふうに考えるかということを、話をしてほしいというふうに依頼を受けましてやってまいりました。で、私はこの風力発電とか太陽光発電とか、そういう再生可能エネルギーそのものは非常に重要な今後ですね、普及を推進しなければいけないものだと思っています。ただその普及のあり方がですね、適切なものでなければ、それはやっぱりやめた方がいい。より良い普及の方法って一体何なのか、その辺のことを、これまで私こういう問題について30年以上研究してきてますので、他の国の事例等も含めてですね、そういう問題について話をさせていただこうと思います。
最初にここにありますように、まずなぜ必要かというところで地球温暖化問題を中心にしてですね、今後いわゆる CO2 を排出しないような社会というのを作っていかなければいけません。なぜ作っていかなければいけないかも含めてここで話をさせていただきます。でその上で、最近日本ではですね、風力発電、それから風力発電だけではありません、再生可能エネルギーの普及の仕方を間違ったやり方で、各地でですね、いろんな反対運動が起きています。そういうものについてですね、どういう、なぜそうなるのか、じゃあどういうふうな普及にすればいいのかということをそこで考えたいと思います。で3番目に、むしろこの再生可能エネルギーというのはうまく私たちが活用すればですね、地域社会も発展するし、社会全体にとっても非常にいいものです。その辺を、具体的な事例を含めて話をしたいと思っています。最初に、温暖化の問題を中心にお話をしたいと思うんですけど、まずこれはですね、何を示しているかというと、これ80万年前です。80万年前からの現在までのですね、青が気温でですね、橙色が CO2 の大気中の濃度です。人間がほとんど活動もしてなかったような時代でもですね、 CO2 と温度の間には相関関係があるんですね。 CO2 が増えた時には気温が上がる。でもその CO2 の大気中の濃度というのはですね、産業革命が始まる頃まではですね、せいぜい 300ppm を超えることはありませんでした。だいたい180から 300ppm ぐらいの間で、変動はしました。しかしその変動もそんなに急速な変動は起きていません。ところが今どうなっているか、今これです。自然の現象の中でこんなことが起こるとどうなるか、どえらい変化が起きているわけですね。これでいきますと、もしこれがですよ、この温度に対応するとしたら10度ぐらいの気温上昇を起こしかねない、そういうことを示しているわけです。で、それをもうちょっと短い期間、1万年前からの CO2 濃度がこれです。で、産業革命せいぜい200、300年前からですから、それから上がり始めて今400を超えている。1万年の目盛りでもですね、もうほとんど直角ぐらいに上がっている。こういうことが今起きているんです。それを人間が起こしているんです。で、その結果として気温が、これは1000年前からの気温ですけど、約1度上がりました、これまでに。でも原因というのは結果より先に起こります。原因が起きてから結果は後でついてきます。つまりこれに対応する温度はもっと上に来ます。今のまま放置すると、このままですと、こんな気温になりかねない、数度ですね、4度とか6度とか、こんなことになったらもう終わりなんです、実は。で、その現状と今後の影響予測っていうことに入りますけれども、この字面で見るよりも図表で見ていきたいと思うんですが、今申し上げましたように、これまでに約1度前後上がりました。この表は何を表しているかというと、気温が上がったらどんなことが起きるかということを表しています。1度ですから、この辺の矢印のことはもう起きてます。例えば山岳の氷河が溶け始めてるとか、あるいはサンゴがもう死に始めてるとか、こういうことも起きてるんですね。
これでオーブラになったら2度になったらどうなるか。ものすごいいっぱい矢印が出てきます。現在の段階では例えば異常気象は、まあ、たまに異常気象が起こるという状態ですけれども、2度になったらもうそれが常態化するでしょう。他のこともいっぱい起きてきます。それこそ食糧難になって飢餓が起こるとか、水不足だとか、あるいは生物がですね、絶滅種がいっぱい出てくるとか、そんなことがいっぱい起こるわけです。そういうことは今までの世界中の科学者たちがさまざまな研究を通じて予測をしてきたわけですね。で、今どういうような状態になっているかと言いますと、まあ、世界の気温はこんなふうに、これはまあ、1880年ぐらいからの気温ですから、もうほとんどこんなふうにもうずっと上がり続けているわけです。日本もそうです。海水温もどん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 上がってます。もう3000メーターの深さのところでも上がり始めていると言われています。日本の近海では1度以上上がっているところがいっぱい出てきています。こんなことが起こったら何が起こるか、ざっとその現象を見ていきます。これはネパール、東ネパールの同じ場所の写真です。1978年、98年、2004年、2008年。もう氷河がなくなって、下に湖ができています。これは10年間の、約10年間の北極の氷の面積です。これは北極圏にあるグリーンランドの状態です。グリーンランドというのはもう年がら年中凍結していたんですけど、そのグリーンランドの内陸でもですね、夏になったら水たまりができて、まるで湖のような状態になっている。南極でもですね、南極大陸の氷というのは厚さが2キロメーター、2000メーター以上の厚さを持った氷が南極大陸の上を覆っているわけですけど、その大陸から突き出したですね、湾岸部に突き出したこの氷がボトンと落ちてですね、こういうボトンと落ちてですね、次々流れ出しています。この間流れ出したのはなんと鳥取県の 1.5 倍の面積の氷が流れ出しました。こんなことが起こり始めている。当然そんなことが起こったらですね、海水面が上昇するわけですね。今こういうふうに海水面上昇して続けてます。最近その上昇の速度が速まってます。そうすると、まあ、南太平洋にあるようなこういう小さな島国はもう水没し始めています。この島はここに道路があったんです。この家はもう傾いて住めません。さらに生物界ではサンゴが水温が上がると真っ白になる白化という現象を起こして、白化したら次々死に始めてボロボロになってます。もう世界中のサンゴの3分の1から4分の1がこうなっているんです。そういうふうな影響だけではなくて、いわゆる異常気象が、これは、まあ、2019年の異常気象だけ、かなり大規模な異常気象だけ挙げてるんですけども、もう至る所でですね、高温だけではありません。干ばつとか大雨とかそういうものが続々と起こっている。中にはこんな現象がもう内陸で頻発するというふうなことも起きている。さらにこれは今年、去年の暮れから今年にかけてのオーストラリアですね。これ地球の大きさですよ。衛星から見たらこんだけ開けてるんです。どれだけ広いか、北海道全体が丸焼けしたんです。そのぐらいの面積の森林が焼けてるんです。今カリフォルニア州でも同じようなことが起こってます。こんなことが次々起こっている。さらにですね、これから問題になるのはですね、いわゆる不可逆的な破壊というものです。不可逆的な破壊というのは、その反対語は可逆的ということですけど、可逆的ということは後戻りできるということです。不可逆的というのは後戻り
できない、もうどん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 進行したらもう突き進んでいってしまうという現象です。その現象、ここに青に書いたようなものがいくつもあるんですけど、今日は時間もありませんので、一理だけで紹介します。この現象はどういう現象かというと、温暖化によってこの現象が発生します。こういう現象が、この現象は実は温室効果ガスなどの温暖化を加速する原因を強めます。だからこれが起こったら温暖化が強まります。温暖化が強まったらこれがますます強まります。これがぐる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 回り始めたらもう止まらない、そういう現象です。実はそういう現象の一端がもうすでにですね、起こり始めてるんです。どういう現象か、いわゆるツンドラ地帯、凍土地帯といいますよね、シベリアのような、もう土がもう本当に凍結したような状態で年がら年中凍結している、そういうところがですね、最近は夏になったら溶け始めている、溶け始めて夏になったら水たまりができる、水たまりにパイプを突き刺して火を近づけたらボーッと燃える。なぜか凍土の下には生物の死骸とか植物のタオルなどとか腐らないまま残っているわけです。それが最近地温が上がって溶け始めたら微生物がそれを分解し始める、つまり腐り始めているわけですね。腐ると何になるか、酸素がある状態ですと CO2 が、になりますけども、ない状態ですとメタンになります。メタンは天然ガスですから我々が使う都市ガスと同じです。当然燃えます。それがごく最近こんなことにまでなっているんです。これ実はシベリアの土が、今まで平らだった土が盛り上がり始めた、足で踏んだらボコボコする、その一つがボカーンと破裂した、つまりメタンガスが溜まってですね、ボーンと破裂した。これが今7000箇所以上もある。まあ今起きているのはその凍土地帯の方でも比較的温度の上がりやすい南部の方ですけども、こんなのが全面的に起きたらですね、メタンガスが大気中に膨大な量が放出されます。メタンは CO2 の20倍以上の温室効果がありますから、これは温暖化を加速しますね。こうして温暖化が凍土地帯を溶かし始めたら、それによってメタンが増えてまた温暖化を強める、この一端がもう動き始めてるんです。早く止めないと大変な事態になるということは、それを容易に分かっていただけると思います。もう一つ紹介します。海水がだん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 酸性化していってます。海水は実はアルカリ性なんですけども、酸性の側にこう変化し始めています。なぜ変化するか、大気中の CO2 が増えますよね。増えてますよね。さっきみたいにCO2 が水に溶けたら何になりますか。炭酸でしょ、酸でしょ、酸っぱい酸でしょ。だから酸性側にシフトするんです。だから酸性アルカリ性を表す指標の pH がどん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 酸性側にこう変化していってるわけです。どこの海でも変化していってるんです。もしこれがですよ、どん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 変化していったらどうなるか、ここに示したような動物プランクトンとかサンゴとか、いわゆる殻を持った骨格を持ったそういう生物の殻が溶け始めるんです。その生物たちが死に絶えたら、動物プランクトンが死に絶えたらどうなりますか。海の生態系はボロボロになりますよ。それだけではありません。こういう生物の殻というのは何でできているかというと、炭酸カルシウム、
つまり CO2 が水に溶けてできた炭酸イオンとカルシウムがくっついてできたものがカラなんです。つまりこれらの生物のカラは CO2 を固体に変えているんです。だから減らしてくれてるんです。海はいつまでたっても CO2 が溶けてるのはこういう生物が減らしてくれるから、海の水は CO2 が飽和した状態にならないんです。ところがこういう生物が死に絶えたらどうなりますか。もう海水に CO2 が飽和したらもうそれ以上溶けられません。そしたら今以上に CO2 濃度が上がります。2倍以上の速度で上がります。これが pH 7.8 ぐらいになったら起こる。もうこれ実験で確かめられてるんですよ。今 pH が産業革命前は 8.2 よりちょっと多かったのが 8.1 をもう切りました。だから着実に下がっていってます。こういう現象他にもいくつもあるんです。そういうことが起こったらもう何度も上昇なんて言ってられないんですよ。もう人間の生存さえ危うい、そういうことになりかねないんです。そこで、まあ、地球温暖化がそういう状況になっているということで2度以上になると大変なことになるということで、パリ協定を国際社会は結んだんですね。パリ協定は2度未満にするということと、もう一つさらに 1.5 度未満にするように努めると2つの目標を持っています。ところがその後で説明しますけども、IPCC というのは国連に作られた気候変動に関する政府間パネルといいまして、科学者の温暖化問題の科学者の組織です。その組織が報告書、特別報告書を出しました。2度と 1.5 度と比べたらもう2度では危ないと。1.5 度にしないと危ないという報告書です。それを出しましたので、その後去年国連の気候サミットが開かれて、世界中のその首相とか環境の責任者が集まって、で2050年にはどの国もゼロにしてくれと、 CO2 の排出量を2050年ゼロにするためには2030年には 45% 削減してくれということを世界中の国々にグテレス事務総長は訴えたんです。で世界の最近の動向で言いますと、もう121カ国と EU が2050年実質ゼロというのも特にこの後もう表明してるんですよ。この間ソナ首相がそれを表明しましたね。やっとこさです。120何番目です。日本は遅れてるんです。実はこんな大変な待ったなしの段階に来ているのにものすごい遅れてるんです。でもうすでに2030年温室効果ガスを EU はもう 55% 減らすということを表明しています。だからデンマークはそれを踏まえてうちは 70% やると、ドイツは 55% やるともう表明してるんですよ。日本の今の目標は2030年2013年度比で 26% ですけれども、この基準は1990年比ですから90年比にしたら 18% にしかなりません。こんな低い目標だから国際会議、日本がいつも代表が行くとですね、ダメだダメだって、日本もっとちゃんとやらないとダメじゃないかといつも言われてるでしょ。そういうことなんです。でもう世界中の若者が私たちの未来をどうしてくれるんだっていうことで統一行動には数百万人動いてますよ。そのことを私たち自身がきちっと理解しないとまずいけない。でこれはまあパリ協定の中身をまとめたものです。先ほど言ったように、この目標をやるためにですね、全ての国に
削減目標を策定して提出を求めています。しかし今世界中の国が出した目標は全部それを達成しても2度未満どころか3度ぐらいの気温が上昇します。だからみんな見直さなきゃいけないんです。ドイツなんかでも今までは2030年もうちょっと緩い目標だったんですけど、それを強化してるんです。デンマークでも強化してるんです。みんな強化してるんです。そういうことを5年ごとに見直していく必要があります。で、その後 IPCC というところがさっき言った特別報告書を出しました。この特別報告書の中身を、まあ、私なりにまとめたのがこれです。2度と 1.5 度をこの IPCC は比較しています。まあいろいろ違います。例えば2度になった時に私たちのような日本のような中緯度地帯は4度気温が上昇します。こっちは3度です。3度でも大変ですけどね。まあ異常気象の被害もですね、こっちに比べたら 1.5 倍緯度の方が高いとかですね、いろんなことがあるんですけど、生物のその生息域が半分以上阻止するのがですね、こっちに比べたらこっちは 2,3 倍高いとかですね、何よりもですね、2度になったらサンゴはほとんど全滅するんですよ。こんなことが分かっている。だから 1.5 度未満にしないといけない。じゃあ 1.5 度未満にするにはどうすればいいか、それが問題です。今 CO2 濃度は増え続けてます。それを早急に下げ始める。そして2050年ぐらいにゼロにする。これをやらないと 1.5 度にならないんです。で、それが遅れるとですね、もっと急速に減らさなきゃいけない。非常に遅れた時には21世紀半ば以降はですね、大気中にある CO2 を減らすということをやっていかなきゃいけない。そこまでやらないと 1.5 度にならないんです。でも世界の国々はそれを目指し始めてるんです。これは G7 各国のエネルギーを使って出てくる CO2 の排出量を1990年から2016年まで示した図です。ヨーロッパの国々は全部減らしてます。アメリカとカナダと日本は増えたまんまです。こういう話をすると京都議定書があって 6% 削減したんじゃないの、皆さん 6% 削減したと思ってるでしょ。なぜ京都議定書の目標を達成したんですか。国内からは増えてるんですよ。実は森林が吸収してくれたということ、それで 3.7% 減らしたというふうにカウントできる。それでも足りないから何をやってきたか、お金で買い取ったんです。超過達成した国からお金で買い取ったんですよ。自分の国で減らしたんじゃないんです。だから増えたままなんです。そのことを踏まえておく必要があります。だから世界中の若者がグレタ・トゥンベリさんのように15歳の時からね、それこそ学校休んで自分の国のスウェーデンの国会議事堂前でストライキをして訴え始めた。去年の統一行動には770万人が動き出してますよ。どういう階層が中心か、高校生、中学生が中心ですよ。なぜそうなるの。彼らはちゃんと学校で私が今話したようなことを教えられてますよ。知ってますよ。未来がどうなるか知ってますよ。
日本では地球温暖化防止なんか不熱心なもんですから、政府は教育の中でそういうことを教えてないんですよ。だから国民も知らない。未来のことを考えたら、私たち世代は未来世代のために責任を果たす必要があります。じゃあ何をするか。まずエネルギーの消費を削減するということ、それからエネルギーの中で CO2 を出すエネルギーは使わない。これは発電の時の CO2 の排出量を火力発電の場合にはものすごく多くて、それから自然エネルギー、再生可能エネルギーとか原発の場合は少ない。だからこういうものをやめてこっち側にシフトしていかなきゃいけない。京都議定書の後、日本が取ったのはこれでした。原発立国計画とかね、そんな言葉でやってきたんですよ。日本の以前の計画だったら2030年には電力の 50% 近くを原発でやる計画だったんです。私はまあシェルノブイリ原発事故1986年に起きてから、日本でそういうことをやるべきでないということを言い始めたんですけど、そういうことを言うとそれこそいじめにあります。いろんなことを起こします。今いろんな問題が起きてますね。学術会議の問題とか、まさにああいうものにつながるんですよ。政府の言うことを聞かなかったらいじめるぞというようなことをやるとですね、ものを言わなくなる。それは怖い世の中です。だからこの危険なものではなくって、こういう再生可能エネルギーに転換する必要がある。再生可能エネルギーというのは太陽からやってくるエネルギーとか、それが変化したもの、それから地球の地下からやってくる地熱、そういうものを利用するということです。原発はもうこれでコリコリです。女川原発は福島第一原発の直前の状態まで行きました。電源がもう喪失状態、もう寸前まで行ったんです。それをまた今度再稼働するんでしょ。ありえないことです。これはワシントンポスト紙に、その福島事故が起こった後、この新聞が出した写真を借りてきたんですけれども、赤で書いたところは巨大地震が起こっている地域、黒い丸が原発のあるところ。よく見てください。世界で真っ赤っかのところに黒い丸ありますか。日本は全国土が真っ赤っかなんです。だから極めて危険なんです。世界の原発はこんな状態でした。発電量増え続けてるわけではありません。再生可能エネルギーは増え続けました。日本は3月11日2011年にバーンとで、今また増え始めている、そういう状態です。こういう中で世界はどんな動きをしているか、先ほどからも言いましたけれども、パリ協定が発効し、1.5度特別報告書が出たり、国連が2030年に 45% 以上削減目標を要請したり、それ以外にもですね、気候野心同盟といって、CO2 排出ゼロを目指すという国がですね、もうものすごいたくさん出ている、まあ、この時点では120カ国でした。それから石炭火力発電を廃絶する同盟ができています。 G7 の国で石炭火力廃絶すると言ってないのはアメリカと日本だけです。他の国は全部廃絶すると言ってます。ドイツなんか産炭国でしょ。石炭が自国内で取れてる国でしょ。炭鉱の労働者いっぱいいるんですよ。その国でさえも廃絶すると言ってるんです。
そういうふうな動きがどんどん出てきている。再生可能エネルギーに関しては、国際機関ができたりですね、再エネ 100% を目指す国がですね、続々と今現れています。CO2 ゼロにしようと思ったら、再エネ 100% にしなきゃゼロになりませんね。そういう国がどんどん出てきている。で、その状況をデータで見ていきますと、原発の発電量はこんなもんで、以前のピーク時に比べたら今はもう減った状態です。一方、水力はこういうふうに増え続けました。水力以外の再生可能エネルギーは加速度的に増えてきています。これは発電だけじゃなくて熱利用とか自動車の燃料利用まで全部入れたエネルギーの状況です。発電で見たら、再生可能エネルギーの発電量はこんなふうに増えています。何が一番増えているかというと、太陽光が最近は一番増えています。その次が青の風力です。その次が水力です。そしてバイオマスといって生物、バイオマス発電、木を燃やして発電するとか、そういう発電ですね。木を燃やしたら CO2 出ますけども、木はもともと CO2 を吸収して木になってますから、CO2 が出てもプラスマイナスゼロですよね。そういうもので CO2 を出さないというふうに位置づけられてるんですけども、こういうふうにもう世界はですね、もう加速度的に1990年ぐらいからもう増えてるんです。さらに最近の特徴はですね、以前はヨーロッパを中心にした先進国が引っ張ってました。今はそうではありません。これは再生可能エネルギーの種類ごとに一番増やした国、2019年に一番増やした国から5番目までを並べたんですね。青が全部途上国なんですよ。もう先進国より途上国が多いぐらい。バイオマスとか太陽熱発電とかいうのはもう途上国の方が多い。地熱もそうです。そんな状態になってます。具体的に事例を挙げましょう。アフリカのケニアは電力の 87% を再生可能エネルギーで賄っているんです。エチオピアは大体 100% 近く賄っているんです。もうそんなこと起こってるんですよ。アイスランド、これも 100% 近くやってます。アイスランドはまあ先進国ですけどね、もう途上国でもそういうことをやってるんです。こういうまあ原発の話をするとよく、でも中国やインドは原発作り続けてるんでしょという質問が出ます。中国とインドの原発と再生可能エネルギーの関係を示しました。これが原発の発電量です。これが再エネの発電量です。中国の。インドの原発と再エネです。もう圧倒的に再生可能エネルギー重視できてるんです。原発をやらないとは言ってないんですよ。やらないとは言ってないけども、どっちを重視するかこれで明らかです。で、世界中のですね、国の中で、エネルギー全体に占める再生可能エネルギーの割合が半分以上の国をちょっとピックアップしてみたらですね、全部で26カ国ありました。そのうち25カ国が途上国です。実は途上国の方が再生可能エネルギー比率高いんです。なぜかと言いますと、遅れた途上国ほどですね、伝統的な再生可能エネルギーを未だに使ってるわけですね。動物の糞とか、薪とか炭とか、私たちは、私あの1941年昭和16年の生まれですから、そういう時代のことをよく知ってます。風呂を沸かすのもみんな薪で沸かしてましたよ。そういう状態が途上国には今でもあるわけです。その状態からですね、アフリカの途上国なんかは新しい技
技術を使った再生可能エネルギーへ転換し始めているんです。先進国は一旦そこから石油、石炭、天然ガス、そして原発へと移ってしまったんですね。そこからスタートしましたから、こういうことになるわけです。じゃあ先進国はどうか。これ先進国の OECD 加盟国の主だった国について国際エネルギー機関のデータをもとにして私が作った図なんですけど、これは2000年と2018年、青が2000年で赤が2018年のエネルギー全体に占める再生可能エネルギーの割合を示しています。残念ながら日本最下位です。しかも2000年の時点ではですね、オランダやイギリスやドイツより上だったんです。それがもう次々追い抜かれていった。みんな増えてるでしょ。まあアイスランドとか、アイスランドはもう 100% 近くまで行ってるんですけど、ノルウェーとかがちょっと減ってるんです。これは何でかというと、ノルウェーはもうほとんど水力ばっかりなんです。だから雨量が違うとね、その年によって変化が起きますので、それ以外の国はもうほとんど全部デンマークとドイツの上がり方がものすごいですね。で、しかもそうして普及が進んできた結果ですね、実は今世界のですね、再生可能エネルギーの発電のコストがめちゃくちゃ下がってきてるわけです。これはバイオマス、地熱、水力、太陽光、それから風力で、この幅がですね、こっからここまでが火力発電のコストの範囲なんです。今まで使ってる石炭火力とか、それから原発は今では新設したらこのぐらいと言われてますから、まあこの範囲に入るわけですね。そういう従来型の発電所よりももうこの辺はもう安い。陸上風力や水力は安い。太陽光ももう今年あたりからこれよりも下になるだろうと。日本だけが他の国よりも高いんですね。残念ながら風力も太陽光発電も発電のコストはヨーロッパの2倍してます。それはなぜかというのはいろいろ分析されてますけども、そういうのはだけど傾向としては同じように下がってきてますから、まあいずれこれと同じようなところまで来るはずです。もうだからですね、発電技術で市場競争で競争したらですね、もう再生可能エネルギー発電が勝つんですよ。あと数年もしたらもうそれの方が有利なんです。完全にそういう状態になっている。で、そういう中で国際再生可能エネルギー機関がドイツ、デンマーク、スペインの提唱で2009年に設立されて、もう世界中の160カ国参加してます。日本も一応参加してますけどね。最初創立の大会に行ってですね、帰ってきた時に課長クラス5人がですね、これには参加しないと言ったんですね。まあ、私が代表している自然エネルギー市民の会だけがそんなことするべきでないという反対の声明を出しましたけどね。ならその後半年後ぐらいに入りました。その1ヶ月前にアメリカが入りました。まあそういうふうなですね状況で、ここで主導権握れてるわけじゃないんです。もうヨーロッパの国々はアフリカに太陽光発電や太陽熱発電をどんどんサポートして普及してますよ。そういう形で産業も発展していくんです。こうしてまあ温暖化を中心にして再生可能エネルギー中心の社会を作っていかなければいけない、もう明らかです。これはアイリーナが出した予測ですけど、2030年には
再生可能エネルギーが一番多い電力エネルギーになるよと言われています。そういうことで、再エネの必要性というのをちょっとお話したわけですが、次にですね、日本で起きている不都合なこと、いろいろ話をしたいと思います。これはいわゆる固定価格買取制度とも言われている電力買取制度の仕組みですね。 こういうふうないろんな再生可能エネルギー発電をしたら、その電力を電力会社に販売できる。その販売する価格を一定の価格を国が決めて、その価格で買い取ってもらえる。そういうことで、最初はコストの高かったやつでも高い価格で買い取ってもらえたら、必要経費を賄えてこの普及が進むというやり方ですね。これは実は こういう買取制度というのはデンマークはもう1980年代にもう風力について、やってますよ。ドイツは1991年にそれを習って取り入れてます。固定価格買取制度はドイツが2000年に入れてます。だからもう日本は遅れに遅れてるんです。でも一応これは入ったんですね。この仕組みを入れるのも大変でしたね。 私はいつもこの仕組みを早く入れろということを進言してたんですけども、なかなか入りませんでしたね。どの政府が入れたかご存知でしょう。菅直人政権ですよ。私たちはいつもそういう再生可能エネルギーの普及政策をちゃんと出せということを言い続けた。でも一向に入らなかった。 民主党政権が生まれてやっと菅直人さんが閣議決定をここでしたんです。閣議決定した日はなんと2011年の3月11日の午前中ですよ。その後に福島原発、東日本大震災が起こって原発事故が起こるわけです。でも一応それを入れたことでですね、でその価格を決める その委員会が構成されて5人の専門委員が選ばれました。一応私もこの5人に選ばれました。でそこでこういうふうなメンバーがですね、その算定委員会の雑誌にも取り上げられたりして述べています。ここにも書いてますように、私は再エネ普及は住民中心にやらなければいけない、地域中心にやらなければいけない、 そういうふうな制度設計をしなければいけないという立場でずっとやってきました。残念ながら私の主張は全面的に通ったわけではありません。一部通ってますけども、通らなかった結果として、私が主張してたのも通らなかった結果として起きてきたことがいっぱいあるわけです。これは買取価格ですから、省略します。 で、どんなことが起きたか。まず普及についてはですね、固定価格買取制度、フィットと言いますけども、フィードインタリフ、フィットと言うんですけども、それが入れるまでの再生可能エネルギーの普及量がこれだったのに対して、今年の6月までにこれだけになったと。まあ、2.5倍近くになったと。だから普及は進んだんです。で、 固定価格買取制度の認定を取っている、つまりこれから入れることも含めたやつが、こんだけある。まあ4、5倍あるわけです。だからその普及に対しては非常に有効だったということは、これでもよくわかります。これは再生可能エネルギーの発電量ですけども、この時に入れたんですね。ここから増え始めてますね、完全に。それまではほとんど増えてなかった、日本は。で、 こういう増えるな中でも太陽光を中心に日本が増えてます。日本の普及状況の中で、じゃあ私たちが関わるような住宅用の太陽光発電はこんなふうに増えました。でもちょっと伸びがね少し弱まってきてますね。一歩起こったのがこれですよ。反対運動ですよ。
大規模風力発電の鳥取も含めて和歌山でも起こりましたよ。いろんなところで起こってますよ。この理由、騒音低周波、動物植物生態系の破壊、景観、いろんなことが言われています。それを分析した結果で言っても、こんなふうに今いろんな問題が起きています。で、今までこれをまあ研究論文で出されているんですけど、2012年4月までに運転開始したやつの中で約4割がですね、運送ありということなんです。まあそれに対しては風力発電の1万キロワット以上の風力発電については環境アセスメント法でこういうアセスをやることになってます。まあ、皆さんもご存知だと思うんでですけども、ただ風力だけじゃないんですね。メガソーラートラブル件数がいっぱいある。佐賀県で講演したときに吉野ヶ里のところに太陽光発電張るっていうんで、景観問題で観光の人たちが反対しましたよ、してましたよ。富士の裾野でも反対してましたよ。当たり前なんです。それは京都の南山城村で山を切り崩して大型のメガソーラー張る、これも住民反対してますよ。あるいは舞鶴の港にパーム油で発電するヤシ油ですね、食用に向かないようなヤシ油を輸入してそれを燃料にして発電する、こんなのにも反対してます。私もこの反対運動の呼びかけになりました。福知山にもうすでに小さいやつができてます。みんな迷惑がってます。いろんな反対運動が起こっています。そもそもバイオマス発電の中でこんなものを使う発電っていうのが2017年になってから急に増えてきた。それを大手の商社なんかが港に発電所を作るということを言い出した。なんでこんなふうな反対運動がいっぱい起きるのか、ここに普通のあり方をざっとまとめておきました。要するに、よそ者企業なんです。よそ者企業がやってきて、儲けのために発電所を作るという方式ですね。これがみんな反対を受けてるんです。そもそも再生可能エネルギー資源というのは、地域の資源です。例えば水力発電できる、地熱発電できるというのはこの地域にとってはものすごい資源ですよ。どうでしょう、風力だって同じなんです。太陽光だって同じなんです。その資源を使って利益を受けるのは地域の人たちであるべきなんです。地域のものなんだから、地域の主体、つまり市民とか村民とか住民とか、そういう人たちが中心になって、あるいは自治体とかね、地域の主体が中心になって取り組むことで、地域に利益が還元されるようなやり方、これをやらないと、当然反対運動が起きるんです。だから私は一貫して、その算定委員会のところでも、それを言い続けた。そのためにはどうすればいいか。例えば太陽光発電でしたら、今は住宅用以外は発電の規模に関係なく全部その太陽光発電の電力の買取価格は同じだったんですね。つまり20キロワットぐらいの発電からね、何万キロワットの発電でもね、全部その電力は固定価格買取制度では同じ価格で買い取られてるんですよ。私が一貫して言ってきたのは規模別にしなさいと。なぜかといえば大規模にしたら発電コスト下がりますよ、ね、
工事するにしてもその太陽電池を買うにしても大量に買ったら安く買えるでしょ。だから大規模にした方が安くなるわけですよ。それを同じ価格で買い取られたらですね、大規模は大儲けするじゃないですか。だから大規模発電に流れるんです。風力だって同じですよ。大規模になぜ流れるのか。バイオマスだって同じです。唯一私はバイオマス発電について、日本の森林を使ったバイオマス発電については、小規模について別途買い取り価格を設定させました。そうしましたら今では小規模なやつがどんどん増えてますよ。そういうやり方をちゃんとしなかったためにですね、さっきのようなことがどん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 起こるわけです。つまりですね、再生可能エネルギーというのは今までのエネルギー、つまり原発や石炭火力なんかと違うんです。資源のどこにでも少量ずつ、ただし分散的に薄く存在するんです。だからその発電するにしても小規模分散型のものを多数設置しなければいけないんです。そういうやり方をしようと思ったら、誰が担い手になるのに適しているか、どこにでも存在する私たちですよ、市民ですよ。そして地域の中小企業とか、あるいは自治体とか、そういう地域の主体ですよ。そこが計画をして、その地域資源を使って迷惑かからないようなやり方をすれば、何も問題起こらないんです。それが最も重要なポイントなんです。つまり固定価格買取制度でも、今日本はこれが中心になってますけども、こっちにしましょうということです。私たち電気料金払うときに常に再生可能エネルギーの賦課金払ってますよね。賦課金払って大企業に儲けさせてる、おかしいでしょ。後で話をするドイツやデンマークではこっちが主体なんです。負担しても自分たちのところに還元される、そういうことをきちっとやらなきゃいけないんです。ということで、次にドイツやデンマークを中心にした話に移っていきたいと思います。まあ、この表は実はドイツ、デンマーク、日本をいろいろ比較したのです。また後でゆっくり見ておいてください。この内容をこれから説明します。エネルギー全体に占める再生可能エネルギーの割合、赤が日本です。ドイツ、デンマークです。発電量に占める再生可能エネルギーの割合、日本、ドイツ、デンマーク。1990年は日本が上でした。水力発電多いですからね。ものすごく似た図は、名目 GDP、日本、ドイツ、デンマーク。日本の名目 GDP、1990年比 1.2 倍です。ドイツやデンマークは 2.6 倍です。これは再生可能エネルギーだけの話ではないんですけど、ものすごく関係しています。次に発電についてみます。日本、ドイツ、デンマーク、さっき言ったように2012年に固定価格買取制度がスタートして、やっと日本も上向きになりました。ドイツやデンマークはもうとっくに上向きですよね。1990年ぐらいから。しかもいまだにまだ日本は水力がメインですけど、もうドイツなんかは風力が水力の何倍にもなってますし、太陽光もバイオマスも水力を抜いてます。デンマークという国は、これは本当にすごい国です。小さな国です。兵庫県と同じぐらいの人口しかありません。その国が水力一切ありません。まあ言ってみられたら分かるんですけど、ものすごく平らな国なんです。だから山が最高で170何メートルしかありません。水力なんか使えるはずがない。地熱もありません。
あるのは風とわずかな生物資源、それだけです。それを使ってですよ、こんだけのことをやってるんです。しかもデンマークは世界で一番先に CO2 の大幅削減を京都議定書は作る前からも作りまして、それから再生可能エネルギー 100% にするというのもデンマークが一番先に言いました。それはこんだけ資源のない国でもやれるという自覚、自由があるからです。その理由について私なりに分析したいと思います。私は実はドイツやデンマークはもう1990年代の初めから調査に入りました。まず真っ先にデンマークで驚いたのは風力、風車が非常に多いということ。その風車の所有者のほとんどが地域の住民であるということです。これには驚きました。その後ドイツに入って、ドイツの北部、つまりデンマークとドイツは北と南ですからね、国境を接してますから、一番北のドイツの辺りに入ったらやっぱり市民が風力をやってたんですね。で、さっきの見てご覧になったようにですね、ものすごく飛躍的な普及が進んだですね、理由を私なりに分析してみますと、まず再生可能エネルギー優先政策、再生可能エネルギーの普及を優先するという政策、そのために電力買取制度なんかを早く入れた、熱や燃料利用の制度も入れた、いろんなその政策を早く入れたということがあるんですけども、それと並ぶのがですね、ここなんです。誰が担い手になっているか、企業じゃないんです。市民や地域主体なんです。これが担い手になっているから反対運動起きないんです。起きるはずがありません。計画の段階から市民が関わってるわけですから、迷惑かかるような立て方しませんよね。迷惑かかるようなものだったらそのまま計画にもしませんよね。逆にこのやり方の方がスムーズに普及が進むわけです。だからものすごい比率が高くなっているわけです。しかもこのやり方で普及が進んだら、ものすごいメリットがいっぱい出てきたんです。CO2 削減できる、大気汚染や放射能汚染も起こらない。デンマークはもともと原発持ってませんよね。ドイツは原発、福島原発事故の前は17基持ってましたよ。そのうち8基即座に止めましたね。もう日本で起きたんだからドイツだって起こるかもしれない。古い原発全部止めたんです、8基で。あとの9基のうち35年経ったら止めるということを決めてるもんですから、もう3基止めてますよ。残り6基しかありませんよ。どん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 減ってますよ。 CO2 の、減らすという意味からしたら、原発減らしたら CO2 も減らしにくくなりますよね。それを完全に再生可能エネルギーでカバーして、それを上回るぐらいの普及をしているわけです。それをやられてるのは実はこれなんですよ、これ。で、こうして普及が進んだら、今言ったようなことが起こる、さらに将来性のある産業発展が起こる、雇用もいっぱい生まれる。原発に比べたら再生可能エネルギーの方がはるかに人々、労働者を必要としますよ。それからエネルギーの自給率もアップする。もうデンマークほとんど 100% 近いですからね。ドイツでも 38% ぐらいまでいってます。日本は 5-6% でしょ。それからもちろんその化石燃料とかウランも買わなきゃいけない、負担がなくなる。そういうことを取り組んだ地域が活性化して発展する。
そういう取り組みを通じて社会が協力したり協働したりするそういう風土が生まれる。国際的にも途上国に支援をするとか国際再生可能エネルギー機関の設立に、尽力するとかいろんなことがこういういいことがいっぱい起こったら世の中の人々は再生可能エネルギーっていいねということになりますよね。そうすると政策はもっと展開しやすい。これぐる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 循環するんです。そういうことが起こっているんです。先ほども言ったようにデンマークは電力の今半分ぐらい浮力で賄っているんですけども、この 80% で現在の 80% が市民の所有です。市民の所有というよりも地域住民の所有です。まあそれ以外にもデンマークは暖房北の国だから暖房必要なんですけど地域暖房というのをやってます。個別のストーブの暖房はほとんどやってません。みんな小銭発電所って言ってね発電所から出てくる熱水を住宅とかビルディングにパイプで送っていって100ドル以上ぐらいのやつを送って50ドルぐらいのやつが返ってくる。それで循環してまた発電する。それをやってます。これの方がはるかにエネルギーの消費を少なくて済むんです。 CO2 も減らせるんです。そういうことをやるのにバイオマスとか太陽熱とか地中熱を活かしているんです。でバイオマスの中では何を使っているか、麦わらは重要なデンマークのエネルギー源ですよ。デンマークは肉なんかでもデンマーク製の肉って割と入ってくるでしょ。豚肉なんかね。デンマーク畜産国ですよ。なんで畜産国か。もともとあそこは国土ですね、氷河期が終わってですね、その氷河がですねザーッと北海に流れ落ちるときに大地を削り取っていったんですね。だから平らなんですよ。平らな上に土壌がものすごい痩せてるんですよ。石ころだらけで。そんなところで農業しようと思っても作物育ちません。だから畜産をやって草を食わして糞尿で土地を肥やしてそういうことをみんなが農民が学びながらやってきたんですね。だから今でも畜産国なんです。その畜産の糞尿はエネルギー源ですよ。糞尿は微生物で発酵するとメタンガスができるんです。だから世界で一番最初にメタンガスそういう形で作ったのはデンマークです。それの地域暖房企業というのはみんな地域住民とか自治体が経営してます。それは法律でそういうふうに決められている。ボロ儲けしてはいけない。できるだけ安く熱を供給する。人口の3分の2が地域暖房に入ってます。ドイツについては後でちょっと述べますけども、ここにありますように約半分が市民エネルギーです。ここにデンマークの住民所有風力発電復旧の背景というのをまとめておきました。実はデンマークは世界で一番最初に風力発電を導入した国です。なぜ導入したか。1970年代の石油危機何回ありましたね。その時にデンマーク政府は中東の石油に依存しないエネルギー自給政策を取り始めます。で北海の油田を開発したりやり始めた時に人々が立ち上がったんですね。風を生かせばいいじゃないか。デンマークはオランダと隣の国ですよね。あのオランダ型の風車はデンマーク使ってましたよ昔から。あれをやって発電をやればいいじゃないか。デンマークの農民たちを中心にして彼らが
農業機械メーカーに風力発電機を作ってくれと依頼して、小さな風力発電機を作って自分たちで建て始めたんです。これが世界の風力発電の始まりですよ。そして彼らはその後この風力発電の電力を自分たちだけでは使い切れないから送電線にちゃんとつないでちゃんと買い取ってくれと、ほんで買い取り制度が始まるんですよ。電力買い取り制度はそこがスタートなんです。それが後にドイツに移っていったわけです。そうして始まってますから、もう最初から住民が参加するための基準なんかをいっぱい作ってます。居住基準というのは、その風力発電所を作る地域に住んでる人でないと出資してはいけない。よそ者のお金持ちがやってきて儲けのために出資はいけない。それから参加をしやすいためにあんまり大金出してもいけない。みんなが参加しやすいように上限まで設けてます。そういうふうなことをやって彼ら自身が自分たちで建て始めて、それを普及する制度まで政府に要求して作らせたんです。まあ幸いなことにデンマーク政府というのはものすごく民主的な政府です。どんな問題でも重要な問題が起きてきたら必ず国民に問いかけます。で、国民的な議論をして国民の同意のもとに決めます。例えば原発をやらないというのもそうして決めました。再生可能エネルギー 100% にするというのもそうして決めました。私はそういうのをデンマークのエネルギー庁の担当官とよく話して、そういう資料ももらっています。つまりまさに民主主義そのものをものすごく根付いた国なんですね。それがやれるとそういうことが可能なんです。で、今ではですね、再生可能エネルギー法という法律の中でこんなふうに決めてるんです。風力発電所の地域住民参加を義務付けてます。つまり誰が風力発電所を作る場合であってもですよ、例えば企業が作る場合であってもその風力発電所の、一部をですね、地域住民が所有しなければいけないという、そうでないとその計画は認めない。20% 以上の割合を地域住民が所有するようにしなければいけないということを決めてるんです。そうしたら計画の段階から地域住民入ってますよね。迷惑かかるような建て方にはいきなり行かないんですよね。そこが最も重要なポイントなんです。で、しかもこれをやることで風力発電が普及が進んで、なおかつその風力発電機を作る会社、プラントメーカーですね、ベスタッシャーという会社があるんですけど、これ実はどんな会社かといったら、さっき言った農民たちが風力発電機作ってくれって言った農業機械メーカーが今ベスタッシャーという風力発電機の世界のトップメーカーなんです。世界トップですよ。どうして産業発展するんですか。もうこれは私は1990年代に撮ってきた写真ですけど、コペンハーゲン、首都のコペンハーゲンの40人の市民が共同で所有している、6基あるんですけど、発電所です。麦畑の中に、これは農民が建てた風車です。この、その防風林の向こうに農民の家があります。もう至近距離です。デンマークでは、建てるときにさっき言ったように、地域住民が参加しなければいけないから、騒音がうるさいという住民がいたら当然それを避けるわけですね。でも農民個人が自分がここに建てたいと、あんたはそれを了解してやるんだったらそれは構わない。私そういうところをいっぱい見てます。アルバースさんというドイツ風力発電協会の副理事長のお宅に行った時も、その人の
家の窓から3機風車並んでましたよ。あれ僕の風車なんだよってニコニコしながら言ってました。そういうのは全部固定価格買い取り制度でその人に収入が入るわけです。そうして普及がする。ドイツの場合どうでしょう。ドイツの再生可能エネルギー発電の所有者別の割合をですね、研究したデータがあります。フランスの E 研究所というところが2004年から2010年に建てられた再生可能エネルギー発電、風力だけじゃありません、太陽光とかバイオマス発電全部ですけども、一番トップ市民ですよ。所有者で一番多いのはこの場合農民を区別してますけども、農民も当然市民ですから、市民はこのぐらいまで行きます。さらに木材業と地域製造業とか中小企業とか、この辺はみんな地域の主体ですよね。それからその他の電力供給会社というのも、これも圧倒的に実は自治体が経営してます。だから地域主体です。地域主体全体で大体3分の2ぐらい占めます。風力について見たらこういうことです。市民と農民 2% で 50.1% が、これ別の研究です。これはさっきの研究とは違う大学の研究なんですけど、その研究結果でもこういうふうな結果が出ているわけです。こうして市民、地域中心に普及が行われているんですけれども、ドイツにおける風力発電のですね、設置における市民の関わり方っていうのをちょっとまとめてみました。実はドイツではですね、もうあらかじめ風力発電を建てていい地域と建てて良くない地域をもう区分けしています。ゾーニングと言います。これがそういうこと。この地域ではこの印のところだけ風車は建ててもいいですよ。どういう基準でやるかというと、これは実は州とかね、あるいは自治体に任されるんですけどね、まあ、基準は大体連邦が作ってるんですけど、住宅からの距離を離す、まあ、普通は600メーターとか100メーター離す、それから猛禽類のようなその風車に当たる鳥がいないところを選ぶ。鳥はね、猛禽類以外はほとんど当たりません。猛禽類というのはこう風に流されてブワーッとこう飛ぶようなあれがあるのでね、よく当たるんですけど、だから自分で羽で飛んでるやつはちゃんと風車を見てますから避けて通ります。そういうふうな基準を設けてゾーニングというのをやってます。でそのゾーニングをするときにもうすでにパブリックコメントで市民が参加できるんです。うちは避けてほしいという意見があったらそこは避けることになります。日本の場合はそうでなくて、ゾーニングされてないものですから、いきなりこう計画がプロジェクトが出てくる。で、環境アセスメントで、まあね、意見出しても、まあ、聞いてるのか聞いてないのかわからないような状態になると。そこがおかしいんですね。こういうやり方をすればいい。一番いいのは、さっき言ったように、デンマークのようなやり方です。最初から計画の中に地域住民が入らない計画してはいけない。これやれば全く問題ないです。そういうことを含めたやり方をすればですね、再生可能エネルギーはいっぱい増えていくわけです。ドイツ、この色分けしたところは全部再生可能エネルギーで地域づくりをしようと言ってる地域で、国土の半分以上あります。再エネ 100% やってるところ、その再エネ 100% をやるために準備をしているところ、こういうところがいっぱいあるわけです。そのうちの、まあ、私がですね、
調査してきた、中心的に調査してきたところを紹介します。これドイツのコートです。で、私が調査したのはこのシュレースヴィヒ・ホルスタイン州のここです。それを大きくしたのがこの図です。で、ここノットフリースランド郡で、ここが北海です。こっちバルト海です。この北海に面したこの北西のドイツの北西端ですね。ここはもう私30年近く調査してきました。その結果がここに書いてあるんですけど、いちいち読んでるとあるんですので、代表的なところを紹介します。この村フリートリヒ・ヴィルヘルム・リップケ・ゴークっていうちょっと長新しい名前なんですけど、この村、ここは北海です。これ干潮時に撮った写真で、ものすごいこう干潟が広がってます。で、これ実は埋め立て地なんです。埋め立て地の村で1958年から入植して、その人たちがこう、ここに住んでます。そこにこんだけ風車あります。実はここの地域のですね、歴史的な経緯を言うと非常に面白いんですね。ものすごく北海に近い沿岸部ですから風が強い。一番最初に風力発電機を建てたのがミュンヘンの金持ちでした。ここに行って私知り合いいっぱいいますからね、話聞いて、ミュンヘンの金持ちがやってきてね、で海岸にずらっと並べたんですよ、風車を。ほんで私たちは気がついたんです。なんで私たちのところにこんなの建てるんだ。それではたと気がついた。この資源は我々の資源じゃないか、よそ者が建てるっておかしいじゃないか。で、彼らは1991年に電力供給法というのができて、風力発電の電力を電気料金の 90% 価格で買い取ってもらえるという法律ができたときに、真っ先に自分たちが建て始めたんです。この村は実は最初入植してしたての頃は人口が増えましたね。でもあるところから減り始めるんです。まあ、行ったらすぐ分かるんです。もう冬に行ったらすぐ分かります。なんて寒いところだって、なんと風の強いところだって、そもそも作物が育たない。だから入植した人もみんな離れ始めたんです。そんな時に40数人の村人たちが、その電力供給法ができて、せっかくの風があって、彼らがあんなことしてたんだから我々がやろうということで自分たちでやり始めた。で、今こんだけの風車を持ってます。180人の村で自分たちの電力の1000倍生産しています。そしてそういう村で最初は参加してない村人たちもいました。それやっても失敗するんじゃないか、お金捨てるようなもんじゃないか、そんなことを思ってた人がいたんですけど、もう見てると何も悪くない、みんなで参加しようということになって、今もう全村民が参加してやってます。そしてそういうことで今では農業の後継者がなくなって、過疎化も高齢化も防がれるような状況が生まれてきている。その典型的な人物がこの2人です。1958年の一番真っ先に入植した2人、ニッセンさん5歳、彼らは4人の子供を育てました。子供たちにずっと言い続けたことは、この厳しい農業、毎朝牛乳を町に売り歩きに行って、子供たちにはその代わりに自分たちで食事をさせて、そういう生活をしてきた。この貧しい農民生活はお前らは送る必要ない、しっかり勉強して自分たちでちゃんとした仕事へ就けと言い続けた。で、上の3人は次々大手の企業とかね、州の政府とかね、それから教員に女の子になりましたし、なっていった。4人目の息子クリスチャン・ニッセンが大学で機械工学を学んでいて、風力発電の市民会社を作ってやってましたから、その市民会社の
技術部門を手伝っているうちに彼にとってはここ生まれ故郷です。ここで生きていけるということを気づいたんです。風力発電、再生可能エネルギーをやりながらであったほうが生きていける。というのは、もう買い取り制度が生まれて、風力発電の収入がですね、農業収入に匹敵するぐらいあったと。 だから他の地域よりも豊かになった。そういうことで彼は農業を継いで、しかも今彼は村長3期目です。村長3期目で、しかも市民会社の社長のフェルターゼンさん一緒にですね、これはクリスチャンミッセン。 今ドイツで最も優れた再生可能エネルギー供給、再生可能エネルギーの普及自治体として表彰されたりしています。電力だけではなくて熱利用まで、もう電力有り余るぐらいありますからね。暖房も全部、村全体の暖房をこれで風力でやるようにシステム作り上げた。 モデル地域として今注目されています。同じようなことが別の村でもやっぱり起きています。これは今の村と50キロぐらい離れたところの路線経由村っていう村ですけど、やっぱりケーテルゼンさんという農民を中心にして4つの市民風力会社を作って、みんなで 変電所まで作ってね、変電所の利用代理を取られないように自分たちで変電所建設して、で農民の個人用の風車までここで受け入れてやってます。そのことによってここで、電力会社の風力会社の雇用まで生まれています。まあ今のは風力ですけど、こういうふうな草原太陽光発電所をつけたのも この地域にあります。この草原太陽光発電所、さっきから話した村は実は私6回行ってます。初期の頃からずっと見てます。みんなが村人たちがどん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 協力し合うようになって、みんなが豊かになっていくのを見てます。でこっちの場合はドイツの北端の村です。 ここは4回行ってるんですけど、一番最初に行ったのはこの時です。2003年です。この時彼らがこういうものを作ろうって相談してました。この後ろにあるのは何かというと、その当時の世界の太陽電池メーカーの中の主だったメーカーの太陽電池を8つぐらい並べて、で試験を始めてました。1年間やって一番いいやつ選ぶ。 2004年に、じゃあ来年また来るね。2004年に行きました。1位がシャープ、2位が京セラでしたよ。皆さんご存知ですか？その2004年というのは、2004年まで日本は太陽電池の太陽光発電の普及がトップだったんですよ。太陽電池の生産では国別では日本が半分以上示してたんですよ、世界の。 サンシャイン計画っていうのはね、あってね、石油危機の後、それでそれを元にして技術開発を行って、でシャープ、京セラ、サンヨ、この5産経ですよ。みんな関西企業ですよ。原発ではなくてそっちの方の技術力を高めていったんです。ところが日本の政策はそっちに行かなかった。 原発立国計画ですからね。だから今ではもう国別には何パーセントぐらいしかありませんよね。まさに政策の違い。それから畜産農家の多いところではこういうこともやってます。まあこういういろんなことをやってですね、そのさっきのノルトフリースラント全体でですね、この群島にあたるフーズンという町に
電力の販売会社を作って再生可能エネルギー 100% の電力を販売しています。こうして地域全体が発展していっています。こういうことがもう至るところで起こっています。そういうその実はドイツではですね、電力の販売をするのをですね、自治体がやってるのがいっぱいあるわけです。そういうのをスタッドベルケと言います。日本では例えば水道事業日本あ自治体やってるでしょ。水道事業とか時にはバス事業やったりするでしょ。そういうものを電力事業をやってるわけです。バス事業もやってるわけです。それがもうシェアで言うたら60何%、つまりそういう自治体の電力会社からの供給の方が一番多い。電力会社より普通の電力会社よりね。そういうことがこうデータでも出てます。まあそれ以外ちょっと時間もなくなってきましたので走りますけども、例えば再生可能エネルギー 100% ということを標榜して村出身の村長さんが当選して自分たちで風力や太陽光やバイオマスの生産をやってもう 100% 達成しているとか、この村も過疎化してたのが過疎化が止まった、アイタンや U ターンが増えたと言ってます。それから原発の六ヶ所村のような原発の核燃料を処理する施設を作られた地域ではですね、その時に猛烈なみんな反対運動した。しかしドイツで原発の反対運動したところはみんな今再エネ 100% 変わってます。どこもそういうふうなことになってます。まあこういうふうにですね、市民地域主張で再エネ普及が促進されるとですね、社会にいろんな好影響が出てくる。先ほどの話をした通りです。そのことによって世論調査しても再生可能エネルギーの一層の普及強化が非常に重要だというのは 65%、 重要であるのは 30% というふうに言ってますし、再生可能エネルギーに対する評価も高くて、で電気料金の中でその買取制度の賦課金の負担はどうかといったら、まあ、少なすぎる、適度である、いろんなのと合わせたら、まあ、半分以上敷き詰めているというふうにこれが支持されている。デンマークやドイツがそういうやり方をして成功したことで世界中に今これが広がっています。イギリスでもやってます。オーストラリアでもやってます。いろんなところでやってます。アメリカでもやってます。そういうやり方、それから太陽光発電でもマンションに住んでいる人たちがみんなで野立ての太陽光発電所を作って自分が使うだけの電力を生産すると、太陽光発電を自分が出資をして出すということをやっています。水力で途上国でもそういう取り組みがあります。日本でもあります。日本に今市民共同発電所が1000基以上あります。滋賀県で、まあ、私たち6人が呼びかけて、この当時は買取制度も何もなかった時代で17人が20万円ずつ出して作りました。その頃はその電力はつけたところ の、 施設が電気料金に買い取ってくれて、この人がこの副施設の理事をやっておられてですね、これは私なんですけど、この電力を使ってくれて、その電力の買い取ってくれたやつをみんなで分けてました。1年間に4、5000円しかもらってません。20万円を5000円で戻したとしても40年かかります。そんなことが分かってました。日本に買い取り制度がないからそういうことになるんだということを訴えるためにやりました。この頃いろんなところから取材が
で、それこそ NHK のニュースとか私解説したりもしました。その結果ですね、この損をするようなやり方はですね、どんどん日本に広がったんですね。みんな損してるんですよ、お金の上では。風力発電は市民共同発電所16基できています。風力は、太陽光ほどコストが高くなるんですから、この頃はその RPSO という後でできる悪い制度がなかったのでね、電力会社と直接契約して買い取りを決めてたので、なんとか黒字でやれるぐらいギリギリでやれてました。それから自治体でもですね、山形県の立川町のように真っ先に取り組んだ自治体で、彼はこの頃は風力発電の町って言って誇りに思ってましたね。自分たちの町にみんなが見学に来てくれる。これ私が行った時に撮った写真なんですけど、このおばあちゃん、ここにお花畑ができてるから、なんでお花畑できてるの、この土地誰の土地、私たちの土地よ、みんなが来てくれるからきれいにしようと思って花植えてるの。そんな状態です。だから電力買取制度ができてボロ儲けするような状況でない時代はですね、決して風力発電に批判的な声というのはほとんどありませんでした。よそ者がやってきてボロ儲けをするということがあって、それが生まれてくるんです。で、その後民主党政権が原発をなくするという政策を打ち出すとですね、経団連とか電磁連から猛烈な反対運動が起こって、マスコミまでそれに乗っかってですね、結局民主党政権が倒れて安倍政権が生まれるわけですよね。その後は電力買取制度にも、まあ言うたら逆風が吹き始めます。私はまあ1期目の委員だけで終わりましたけども、その後、まあいろんなことがあるんですけども、エネルギー基本計画で2030年の比率をこんな風にするとかね、こんなことを決めます。現在実は再生可能エネルギーの電力比率は 20% まで来てます。それを2030年に目標にしているのは22から 24%、 あと2から 4% しかないんです。そんなのほっといてもできます。原発は今 6% ぐらいしかないのが20から 22% にする。40年経った古いやつまで動かさなかったらこれできません。私はまあこういうことについて昨年、参議院の予算委員会で参考人チームというのをやったんですけども、その時に言いました。2030年全部原発の分もひっくるめて再生可能エネルギーの比率にできる。他の国のその伸び方からしたら十分にそれできる。それをやりなさいということを言ったんですけども、なかなかそれは通りません。まあそういう状況の下で私たちが何をすべきか、まあ、今までお話してきたことからお分かりだと思うんですけど、私たちは再生可能エネルギーというものが登場して以降はですね、私たち自身が生産者になれます。もちろん消費者としてそれを優先的に使うこともできます。これは電力の自由化が始まったから。あるいは供給者にもなれます。鳥取も鳥取市民電力作ってますよね。そういう形で自治体とか政協が主体になった供給者になります。もちろん市民は私たち主権者です。自治体や政府の政策に対していろんな意見を述べることができます。私たち自身がやれることいっぱいあります。これ実は私が代表している団体がやっている市民共同発電所です。福島の原発事故が起こって放射能汚染されて農業ができないような土地を何とかしたい、農民連というところが私たちのところに相談に来ました。
じゃあ一緒にやりましょうということで、150キロ、500キロワットの太陽光発電所を作りました。今、福島の民電は自分たちの会員の家庭の全電力を賄うだけの太陽光発電所を作ってます。そういうやり方ができるということです。泉大津という市は、市の私有地を無償で市民共同発電所に貸してくれるということで、これをやりました。広島の市民たちとも一緒にやりました。まあ、いろんなやり方があります。今、実は鹿児島県の南薩摩市の大浦地区というところの住民たちが風力発電やりたいということで、私たち協力しています。彼らがやるんだったら別に構わないでしょ。彼ら自身の土地に彼ら自身がやりたいということです。そういうやり方を中心にしていけばいいんです。本来だったらよそ者がやってきてやるというやり方をやらないようにしなきゃいけないんです。それがもう最もいいやり方です。こういうのが、手塚さんなんか中心にして鳥取にも市民共同発電所できてます。こういう運動をもっと広げたらいいんです。もっとみんなが協力してそれを広げていったらいいんです。それがよそ者がやってきて、外国がやってきて建てるような風力発電に変わるものとして自分たちが主体者になってやっていく。この発電所は東吉野村、村民たちがかつてあった水力を復活させるということで、村民たち自身が小水力発電推進協議会というのを立ち上げて、で作ると、お金の面でだいぶ苦労されたんで、コープララが、奈良政協が援助して作りましたよ。今その隣の村にももう一つ今作ってます。こういうふうなやり方、あるいは群馬県の上野村では、この村は小さな村ですけども、自分たちの村で自立しようということでキノコセンターを作ってですね、キノコを生産して、そこで森林バイオマスで発電をやって、熱も電力もここで供給をする、そういうものを全部循環するような形を作って、人口1300人の村で12億円の経済を回して150人の雇用を生んでいる。こういうことはね、再生可能エネルギーではできるんです。とりわけバイオマス発電、森の森林資源を使ったバイオマス発電は、太陽光や風力と違って常に燃料が必要です。その燃料を供給するために林業従事者がなければやれません。そういう意味で雇用を生み出すことができます。まあ、こういうものをですね、全国的に展開するために、私たちずっと今までですね、こういう全国市民共同発電所全国フォーラムというのをやってきました。予定とか言ってます。去年岡山でもやりました。今年はコロナの関係でちょっと中止しましたけれども、まあ、こういうふうなことを生産者になれるということ、それから供給者にもなれる。今その大手の電力から切り替えた割合が東京圏や関西圏ではもう 20% を超えてます。それの選択の基準はもちろん安いというのを選ぶ人もいますけど、原発の電力を使いたくないという人がかなりいますよね。そういう形で再生可能エネルギーを消費者として応援できるんです。で、電力会社を作って自分の地域の範囲内でこういうふうに電力も料金も回せばですね、ものすごい大きなお金が地域内を回るわけです。その分産業や雇用が生まれるんです。地域が発展しないはずはないんです。それはもうドイツやデンマークでも実際にやられていることです。で、そのために、まあ、自治体にですね、再生可能エネルギーを普及するための条例を作らせる。一番最初に作ったのが、私たちが市民共同発電所を一番最初に作った
湖南市、これをもとにしてあちこち今20ぐらいの都市がこういう条例作りをやっています。こういうふうに地域に根ざした再生可能エネルギー普及をすれば普及がどんどん進むし、その結果経済も発展するんです。最後にこの図は国際再生可能エネルギー機関の報告書から取ってきた図です。どういう図かというと、再生可能エネルギーを倍増したときに GDP がどれだけ上がるかということを国別にあるいは世界全体で分析したんです。ドイツの大学を中心にして分析したんです。一つは電力に重点を置いて倍増した場合と、あとは全体のエネルギーを平均して倍増した場合、全体を平均して倍増した場合には一番 GDP が上がるのは日本です。電力を中心にした場合はウクライナが1番で2番が日本です。もうほとんど並んでます。どっちもどちらをやってもとにかく再生可能エネルギーの発電を飛躍的に普及推進すれば経済は大きく発展する、そういうことを国際機関が証明しているんです。以前原発を外国に売り込みましたね。安倍さんが産業界のメンバーを引き連れてね、アメリカに行き、イギリスに行き、トルコに行き、インドに行き、で原発を売り込みに行きましたよ。どうなりました？東芝はアメリカで大きく失敗し、日立はイギリスで失敗し、三菱重工、トルコで失敗してますよ。もうこんな時代遅れのエネルギーにね、依存してて経済が発展するはずがないんです。そういうことも含めて、まあ、私たちがこれからいかに主権者として主体者としてこういう温暖化問題とか再生可能エネルギーにどう取り組むか、これが非常に重要な時期に来ていると思います。もちろんそれを参加しやすいための政策とか制度、そういうものをちゃんと打ち出せるような政府、これができるともっとすごいことだとは思うんですけども、少なくともそうでない条件の下でもですね、我々ができることは結構たくさんあります。ぜひ、まあ、そういうことでこの国の将来あるいは世界全体の未来世代がですね、本当にその地球温暖化等で大変な時代を迎えないようにできる範囲で私たちが少しずつ努力を積み重ねていくということは重要ではないかということを申し上げてお話しさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。先生どうもありがとうございました。ですね、この学習会実は4時までの、予定にしていましたが、先生の、学習会の講演の中身が